パリビズマブは遺伝子組み換え技術によって作られるモノクローナル抗体の一種である。RS ウイルスの感染予防に用いられる。早残時や先天的な心臓病などの理由で感染後の危険性が高い幼児への投与が推奨される。米ジンムエ社の商品名はシナジス。パリビズマブは RS ウイルスのフュージョンタンパク質の栄光源部位中のエピトープを標的とした人か、 モノクローナル抗体である。小児科における第3層試験では RS ウイルス感染による入院率を減少させることが確認された。パリビズマブは RS ウイルスの流行期の間、月に一度筋肉注射によって投薬する。パリビズマブは RS ウイルスの融合タンパク質を標的とし、RS ウイルスが細胞へ侵入するのを抑制することによって感染を予防する。 米国小児科学会は、パリビズマブの使用に関する提言を公表した。最新版は2009年に出版された。パリビズマブは、治療ではなく、予防にのみ使われるべきで、RS ウイルスが流行した時には、流行期中ずっと投薬を続けるべきであるという。パリビズマブによる予防を検討する理由には、以下のものがある。その他、不十分なデータしかないが予防の検討が必要かも。 知れない状態、注目すべきは、パリビズマブによる予防は、非常に費用のかかること、そして、蒸気の提言は、RS ウイルスによる重度の疾患を防ぐための、総合的な費用代効果の評価に基づいて、書かれていることである。しかしながら、費用対効果の課題は依然として、研究と議論の領域を出ない。日本における、シナジスの添付文書には、下記の記載がある。 2011年10月17日の厚生労働省保健局医療課長通知により保険適用の対象患者が追加された。保険適用されるのは以下のいずれかに該当する患者に RS ウイルス感染症が疑われる場合。 Www. h, h c t t p: //www.c c e s s t t f d a. t o v/ t r u g s a t f d a. docs ラベル二千二バラインド十万二千三百二 L B P D f ァットデビンソンウィ <noise> ルソンメディカルマイケルバイラジーアンドイミュナラジー、スエスウェドラング二千四 P430 アメリカンアカデミーオブピーディトリックスレッドブック2006レポートオブザコミッティウォンインフェクシャス・リィジーズ27スエドピアニッシモ562から565アメリカンアカデミーオブピーディトリックスレッドブック2009レポートオブザコミッティウォンインフェクシャス・リィジーズ28 スエド、ピアニッシモ562から569診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について等の一部改正について厚生労働省保健局医療課長通知2011年10月17日ありがとうございます